お腹周りの10分間。腰ぐらいの高さまで、お腹を引っ込めて体を上に引っ張りながら歩いてください。まずはウォームアップです。足をね、高く上げるときっていうのは大腿直筋を使ってますから、足を細くするためにね、大切な筋肉です。15秒間同じように歩いてください。もげなく一緒にやってくれる方を募集しております。たまに下に降りてください。コメントください。今プランクです。45秒間長いですから、たまに下に降りてください。ちょっと疲れたなと思ったら膝をついて休んでください。今度サイドプランク。途中で2回目だ。あんまりサイドプランクってやらないと思いますから、結構きついですよね。はい、行きましょう。次はバイシクルです。それだけ腰をついて、お腹を締めたままです。足を伸ばすときに腰が浮いてしまう方は、足を少し上めにしてください。あります。この10分間ね、もう今までやってきた方はだいぶ慣れてると思いますけども。腰がこれも浮かないように注意です。上げるときもできるだけゆっくりです。
ットアップです。ももに胸がつくでしっかり起きてください。だいぶきましたね。はい、少しで。お腹を締めたままです。おへそを覗き込む感じです。2種目です。はい、最後ダッシュです。しっかり手を振ります。はい、お疲れでした。ただね、このまますぐ止まるとね、よくないので歩いて
燃焼していきましょう。お疲れでした。いい汗かきましたかね皆さん。いや10分間ね一緒にやっていくとあっという間ですよね。よっしゃ。はい、皆さんお疲れでした。よく頑張りました。いや、こうやってね一緒に10分間頑張っていけるととっても楽しいです。でね、この毎日ねこういった10分間のエクササイズやっていくだけでだいぶ体力とかね、あとはこの肺活量がついてくると脂肪っていうのは燃えやすくなりますから、やっぱり筋トレだけでね痩せようかなって思ってる人よりもちょっと息をやっぱ上がることをした方が、まあ、カロリー消費とかね、あと脂肪燃焼効果が高くなりますんで、自分の好きな短編の筋トレを1個やって、あとはこうやって10分間有酸素運動やってもらえると良いかなと思います。今日もお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。